Marisa and Remu presents.今回は、第1回で紹介した法隆寺地域の仏教建造物のリメイクをお届けするんだぜ。ついにリメイクができるのね。あれは初回で勝手がわからず、どうしても脚本を作り直したかったのよ。初期の作品は構成とか BGM とか、今とはほとんど別物だからな。私たちの口調もちょっと違うのよ。マリサもゴビニの絶って言ってたものね。原作の東方ファンの方に聞いたんだけど、実際にはそんな喋り方してないらしいのぜ。内容も登録基準の説明の羅列だし、一巡したらどうしてもリメイクしたかったのよ。唯一、動画時間のコンパクトさには原点回帰したいところだけどな。というわけで、この世界遺産の概要から説明するんだぜ。奈良県生駒郡斑鳩町にある法隆寺をはじめとする仏教建造物群で、構成資産は7世紀に造営された法隆寺、法起寺、1993年、姫路城、屋久島、白神山地とともに日本で初めて世界遺産に登録されたんだ。うちのチャンネルでは日本の世界遺産四天王と呼んでるわね。実際に、25件も登録されている日本の世界遺産で、日本政府が最初に自信を持って推薦したんですもの。知名度、内容ともに日本を代表する世界遺産だと思うわ。その代表作にあの脚本のままというのも申し訳なかったんだぜ。英語名、Buddhist Monuments in the Hoyuji Area であることが示す通り、実際には仏教建造物群、つまり法隆寺だけでなく、近くにある法起寺というお寺も世界遺産で、法隆寺の属する47棟と、法起寺30の棟1棟の計48棟で構成されているんだ。ちなみに、法隆寺洞院の北方には法輪寺というお寺もあって、7世紀末頃の建立と推定される30の塔が現存していたの。でも、1944年に雷で消失。現存していたら間違いなく世界遺産の構成資産だったでしょうね。法隆寺、法起寺の塔とともに斑鳩山塔と呼ばれていたそうで、霊夢は第1回の動画ではこれを黒い三連星と呼んでいたんだぜ。ちょっと黒歴史を掘り起こさないでよ。あの時は中二病だったからしょうがなかったのよ。7世紀後半から8世紀初頭にかけて再建された、法隆寺、西院伽藍は世界最古の木造建築として、有名なんだぜ。特に、金堂、五重の塔が有名よね。法隆寺のメインエリアって感じだわ。6世紀半ばの欽明天皇の時代に伝来した仏教が花開いた中心地なのよね。そう。7世紀に推古天皇の摂政だった聖徳太子が仏教を熱心に広めたからな。仏教の保護をめぐって廃仏派の物の部氏と宗仏派の蘇我氏が対立したんだけど、蘇我の馬子は聖徳太子と共に物の部一族を滅ぼすことになる。これで物の部氏が勝ってたら、日本に仏教が流行ってなかったかもしれないし、歴史のターニングポイントよね。推古天皇の摂政であった聖徳太子は仏教の普及に熱心に取り組み、聖徳太子ゆかりの寺院を含むこの地域の建築物は、その後1300年間にわたる、日本の仏教建築の発展に影響を及ぼし続けてきたんだ。ちなみに、世界遺産検定1級の公式テキストでは、日本における最初の仏教寺院群と記載されているわ。蘇我の馬子が創立した飛鳥寺が飛鳥村にあるんだけど、それも本格的な伽藍を備えた日本最初の仏教寺院であるとされているから、紛らわしいんだけどね。飛鳥寺の方は、日本最古の仏像とされる飛鳥大仏ってのが有名だな。日本最古と言われながら、国宝になれない仏像よね。修復が多すぎて7世紀当初の部分が残ってないかららしいわ。あと、飛鳥寺式伽藍配置は、法隆寺式伽藍配置はどれか選べって、日本史の問題の選択肢で引っ掛けとしてよく出てくるわね。
アスカ寺も面白い話なんだけど、こっちの話をすると聖徳太子様が嫉妬しちゃうから、今日のところはやめておくわわら。アスカ寺あとは、日本の世界遺産暫定リストであるアスカ藤原の旧都とその関連資産群の構成資産に入っているから、そちらの方で注目していきたいんだぜ。法隆寺の話に戻すと、7世紀から8世紀にかけて建造されたものには、北魏や唐といった各時代の中国で発展した建築様式が見られるんだぜ。大陸との交流の歴史が見られるのよね。歴史の資料集では、シルクロードの終着点という表現も見たことがあるし、西院や五重の塔などの一部の建物の柱には、エンタシスの技法が取り入れられているんだ。柱の中央部分が膨らんだ形になってるんだぜ。真ん中がぽっこりとしているのよね。ギリシャのパルテノン神殿などで用いられているそうよ。西洋の技術が伝来しているなんてロマンを感じるわね。法隆寺をはじめとするこの地域の寺院は、鎮護国家の寺として天皇家によって手厚く保護されたんだ。12世紀になると、一般の人々の間でも聖徳太子信仰が広まったことで、法隆寺を多くの信者が訪れるようになる。聖徳太子って日本円のお札だったわけだし、近現代まで人気があったってすごいことよね。日本一のアイドルだと思うわ。日本のお札に最も多く登場した人物だそうだからな。GHQ 連合国最高司令部は1946年、かつて日本政府が決定した肖像にふさわしい人物について、聖徳太子以外は、軍国主義的な色彩が強いため、肖像として使用することを認めないとしたそうだ。マッカーサー元帥のお墨付きってこと？どれだけ尊いお方なのかしら。当時の一間田日銀総裁は GHQ に対し、聖徳太子は和をもって尊しとなすと述べるなど、軍国主義者どころか平和主義者の代表であると主張して、その存続について GHQ を押し切ったそうだぜ。日銀総裁が歴史上の人物について言及するのって珍しいわね。黒田さんなら誰にしたいって思うか気になってきたわ。法隆寺地域の寺院は常に各時代の権力者の下で保護されてきたが、明治維新を迎えると神道を重んじて仏教を排斥する思想の下で次第に荒廃。しかし、1897年に明治政府によって古社保存法が制定されると、再び国家の保護下となったんだ。廃仏毀釈については本当に痛ましいわね。るろうに剣心などの著名な漫画でも当時の寺院の厳しさが書かれていたわ。第二次世界大戦後は、1950年に制定された文化財保護法により国宝及び重要文化財に指定され、そして1993年、世界遺産に登録されたんだ。文化財保護法が制定されたきっかけは、1949年に法隆寺の金堂壁画が、模写作業中の火災で黒焦げになったことよ。これがきっかけで毎年1月26日は文化財防火デーにもなっているわ。当時のロンドンタイムス東京支局長、フランク・ホーレイ氏が、日本人はこうした、貴重なものの取り扱いが全く下手ででたらめだと語っていて、なんとも恥ずかしいわね。まあ、現代でもノートルダム大聖堂ですら大火災が発生するくらいだからな。一説によると、電気技師が点検のためにつけた電気のスイッチを切り忘れたことに加えて、単純なミスが重なったことが原因だったらしいじゃないの。電気座布団が原因説もあったとか、現場責任者や電気座布団を作った業者が起訴されたけど、結局原因は特定できず、失火については全員が無罪になったとのことだぜ。私が高校日本史を勉強していた時の教材のコラムには、原因は電気座布団のスイッチの切り忘れで、なんとも情けない話ですとか書かれてたから、まんまと信じちゃってたけど、実際には原因不明なのよね。この件について調べてたんだけど、出火の2日前に法隆寺境内に住む女性に、毒入りのお菓子が届くという事件もあったそうだぜ。さすがに出火との関連はさそうだけどな。出火の原因よりも、法隆寺に住んでる謎の女性に、毒入り菓子が送られた原因の方が、気になって仕方ないわ。近くに中宮寺っていう、聖徳太子の母君ゆかりの尼寺があるでしょ。私も法隆寺に住みたい。っていう2層が嫉妬して送ったのかしら。妄想が過ぎるんだぜ。
そもそもこの毒入り菓子事件があったことが真実なのかすら全くわからないんだぜ。真相を知っている方がいらしたら、ぜひコメントをいただきたいわ。次に、構成資産の紹介なんだぜ。と言っても、今回は法隆寺と法起寺だけになるけどな。この世界遺産は法隆寺と法起寺の、2つの寺院における48棟の木造建造物から構成されていて、法隆寺の面積は 14.6 ヘクタール、法起寺は 0.7 ヘクタール。2つの寺院は面積 570.7 ヘクタールの緩衝地帯に囲まれているんだ。その48棟のうち、法起寺は1棟だけだから先にそっちから説明するんだぜ。まずこのお寺はなんて読み方なのよ。法起寺または法起寺らしい。でも、寺側では校舎が正式の読み方とのこと。世界遺産になるにあたって、法隆寺と法の読み方に一貫性が欲しいという理由で高田義信法隆寺館長により、法起寺を正式とする、という判断がされたそうだ。ただ、長年の親しみを込めて未だに法起寺と読む人もいるそうだぜ。法起寺は法隆寺東院の北東型の山裾の岡本地区に位置していて、この地は聖徳太子が法華経を講じた岡本の宮の跡地と言われているんだ。聖徳太子の遺言でご子息の山城の上の王が寺に改めたのが、法起寺の始まりとのことだぜ。寺に改めたって、宗教法人化して不動産の相続税を免れようとしてんじゃないでしょうね。岡本の宮ってどれくらいの評価額だったのかしら。宗教法人法起寺って本当に存在するみたいだから、怖い話はやめるんだぜ。でも、聖徳太子がどれだけの資産を持っていたのかは気になるな。基礎控除額を余裕で超える評価額に違いないわよ。摂政だったんだし、法起寺で世界遺産になってるのは三重の塔だな。現存最古の三重の塔で、高さは約24メートル。創建は享運3年706年。世界遺産検定のテキスト曰く、法隆寺五重の塔より完成が早かったけど、着工年は法隆寺五重の塔の方が古いらしいわ。だから、世界最古の木造建築物は法隆寺五重の塔とされているそうよ。再三にわたる大修理で建立当初の形式が明らかでないところもあったんだけど、昭和45年から50年にかけての解体修理の際、それまでの研究成果を踏まえた復元がなされ、現在に至ってるんだ。あら、昭和に解体修理されたものなのね。従来の世界遺産は当初の姿、材質を保っていることが前提とされていたからな。解体修理したものが世界遺産になれるのかというのはターニングポイントだったみたいだぜ。日本の木造建築は傷んだ木材を継ぎはぎしたり、取り替えたり、解体修理するのが伝統的な修理のやり方だから、当時の国際基準では評価が難しかったのよね。でも、法隆寺法起寺の世界遺産登録により、文化的背景を踏まえて評価していきましょうというきっかけになったのよ。この辺についてはゆっくり解説番外編。私の世界遺産検定1級までの道のりの動画でも紹介してるんだぜ。申請制やなら文書についてよね。人修復の文化が認められて、アジアアフリカの世界遺産登録への門戸が開かれたと、この辺の話は世界遺産検定でもよく出てくるわ。次に、法隆寺。奈良県生駒郡斑鳩町法隆寺山内にある聖徳宗の総本山の寺院で、創建当時は斑鳩寺、後に法隆寺と呼ばれるようになったんだ。かきくえば鐘が鳴るなり法隆寺、という正岡式の俳句でも有名ね。法隆寺に立ち寄った後、茶店で一服して柿を食べると、途端に法隆寺の鐘が鳴り、その響きに秋を感じた、という意味らしいわ。実際には法隆寺に行ってないというフィクション説もあるらしいけど、全国果樹研究連合会はこの句を読んだ日として、10月26日を柿の日と制定したそうよ。創建は上宮聖徳法皇帝説から推古15年607年とされるそうだ。この読み方が難しい本は、漢字十二回や十七条憲法について記載されている超重要な伝記よ。RPG ならホーリーとか聖なる魔法が使えそうな古文書だけど、その写本はなぜか法隆寺から地御苑に移されて保管されてるらしいわ。もちろん国宝よ。
法隆寺地域における最初の仏教寺院は、607年に推古天皇と聖徳太子によって築かれた若草伽藍斑鳩寺なんだ。670年に焼失したんだけど、その遺構は現在も法隆寺境内の地下部分に残っているんだぜ。発掘調査や出土瓦の年代等での推定だと、若草伽藍は現、西院伽藍の南東に位置してたっぽいわね。現在の法隆寺西院の直接の起源となったのは、7世紀後半から8世紀初頭に若草伽藍から、場所を移して再建された寺院と考えられているそうだ。その法隆寺西院は東に金堂、西に五重の塔が並ぶ配置で、これは法隆寺式伽藍配置というんだぜ。左右非対称なんだけど、なぜかすごく調和が取れてる感じがするのよね。金堂は711年頃に再建されたとされていて、その後に伽藍全体も再建されたとのこと。内部の釈迦三尊像のアルカイクスマイル、古式の微笑みなどに、北魏時代の中国文化の影響があるそうだ。金堂や五重の塔には飛鳥様式の雲型組物という構造が用いられているわ。雲のように演出された雲と、雲ひじきを組み合わせて屋根の軒を支える構造なのよ。この構造は世界遺産検定だけでなく、平成24年の2級建築士学科試験問題にも出題されたそうだぜ。建築士ってこういう歴史的建築技法まで学ばないといけないの？さすが難関国家試験ね。あと、法隆寺中門は、通路となる門の中央部に柱を置く試験門で、その左右には2体の金剛力士像が置かれているんだ。これも世界遺産検定の問題で出てくるわね。法隆寺はとにかくエンタシス、雲型組物、試験門を要チェックよ。西院の建物としては、金堂、五重の塔をはじめ、大講堂、経堂、鐘楼、回廊、中門、西円堂、三教院、西室、小陵院、東室、興風堂、直堂、東大門、南大門などなど、15棟が国宝に、6棟が重要文化財に指定されてるんだ。総合、直堂などの僧侶の共同生活関係の建造物や、門、塀などの付属建造物も存続してるのがすごいわよね。古代仏教寺院の構成の全貌が、ほぼ完全に残ってるんだからな。これだけ西院伽藍の方がすごいと、東院伽藍の方はどんな感じなのか気になるわ。東院伽藍は聖徳太子一族の住居であった斑鳩宮が、荒廃しているのを見て嘆いた行進により、天平11年739年に創建されたそうだ。夢殿をはじめ3棟が国宝に、6棟が重要文化財に指定されている。ああ、夢殿ね。ここだけは有名だからわかるわ。八角円堂のおしゃれな建物よね。夢殿に関しては、1884年明治17年、国から調査の委嘱を受けたアーネスト・フェノロサが、夢殿図師徳是観音の調査目的での公開を寺に求めたエピソードも有名だな。国宝、National Treasures の概念は、フェノロサが考えたらしいわ。お雇い外国人として有名だけど、助手の岡倉天心と共に日本の文化財保護の概念の形成に、すごく貢献した人よね。意外なことに専門は政治学や哲学だったらしいけど、当院の話に戻すと、13世紀には大使信仰の優勢に伴って、夢殿と伝法堂以外の建造物は建て替えられているとのこと。この時、当初の中門120堂を置き、夢殿の後方に大使所持の仏舎利塔を収める建造物を建て、現在に至るわけだ。夢殿の他には何が国宝指定されているのかしら。奈良時代の遺構である伝法堂と、鎌倉時代の東院鐘楼だ。飛鳥時代はもちろん、奈良、平安、鎌倉とかいろんな時代の建物があるのがすごいわね。あと、不動産じゃないから世界遺産ではないんだけど、美術工芸品、仏像とかの動産の方もすごいのよ。特に金堂の釈迦三尊像、薬師如来像、夢殿久世観音像、玉虫の厨子、百済観音像などが有名よね。有名大学の受験の日本史では必須レベルで覚えないといけないもの。うぷ主が実際に見たことがあるのは百済観音像だけど、今まで見た仏像の中で一番衝撃を受けたな。2メートル、超えの身長であれだけスレンダーなボディを、よくもまあ7世紀から維持できたものよね。全てを見通すかのようなお顔を拝見すると。
まるで時が止まったかのような体験だったわ。東京の博物館で出張公開されてたこともあったし、機会があればぜひ見に行ってほしいんだぜ。さて、次はこの世界遺産に適用された登録基準。1から6の文化遺産登録基準のうち、1、創造的才能を表す傑作、2、文化交流、4、建築様式、6、その他が適用されているんだぜ。4つ適用は日本の世界遺産だと最も多いものになるわね。全く同じ適用だと厳島神社も該当するわ。あれも1、2、4、6よ。具体的な適用理由は次の通り。評価基準1、法隆寺地域の仏教建造物は、全体的な意匠と細部装飾の双方の点において、木造建築の傑作である。評価基準2、これらは、日本に仏教が伝来した直後にまで遡る東国最初期の仏教建造物であり、後代の宗教建築に重大な影響を与えた。評価基準4、法隆寺の建造物は、中国の仏教建築及び伽藍配置が日本文化に取り入れられ、後代に日本特有の様式を発展させたことを示している。評価基準6、日本に仏教が伝来し、聖徳太子がこれを広めたことは、この文化圏に広く仏教が流布する上での重要な段階であったことを示している。申し分ないわね。最近の日本の世界遺産って、二つが適用が多くて、物足りなかったけど、これだけ適用されてたら大満足よ。やっと初期に登録されたのはいいわねー。内容的にもやっぱり、1、人類の創造的才能を表す傑作であること、が適用されてるのは嬉しいな。見た目として申し分なし。って世界が認めてくれた感じがするものね。仏教伝来の中心地で、かつそれが現存してるってだけで、わかりやすいストーリーが出来上がってるのもいいよな。ほぼ単体で登録されているようなものだしね。何十件もまとめて登録されてると、共通の背景をまとめるのが大変なのよ。別件で登録されたことならの文化財の一部にならなくてよかったと思ってるわ。ことならの文化財の登録基準は2、3、4、6だから、そこに法隆寺も含まれてたら1、2、3、4、6で日本の最強世界遺産になってただろうな。それも捨てがたいけど、世界遺産にもしを考えちゃダメよ。それを言い出すと、鎌倉や彦根城も適用基準が緩かった70から80年代に申請してたら登録されてたかもって思っちゃうからわら。次に、世界遺産登録までの経緯。といっても、日本がユネスコ世界遺産条約を批准した1992年に暫定リストに記載、翌年1993年に、そのまま登録されたっていう事実で終わりなんだけどなわら。文化庁で日本の世界遺産を調べると、法隆寺は一番最初に記載されているわ。木の文化だったり、仏教だったり、聖徳太子だったり、日本を象徴する世界遺産ですものね。他の世界遺産みたいに、わざわざ世界遺産にするための運動なんて不要だったのよ。それなのにクラウドファンディングをしたニュースは衝撃だったな。日本で最も有名なお寺ですら、整備費用が足りなくなってしまうという現実よね。ただ、目標額の7倍を超える1億4600万円が集まったという事実にも感動したわ。7400人以上の人たちが支援したそうだ。日本人の良心も捨てたもんじゃないな。ついでに2年半もやってるのに過疎チャンネルの私たちも支援してくれないかしら。惨めになるからそれを言うのはやめるんだぜ。ちなみに実はその後、法隆寺金堂壁画保存のためにもう一回クラファンが行われたそうだぜ。目標金額1150万円に対して、608万3000円が集まったと。あら、こちらは目標に届かなかったのね。。1回目の方でもう支援したからって思ったのかもな。2回目はあんまりニュースにもならなかったし、しょうがないかもね。その後、二次募集もしたみたいだぜ。目標金額630万円で、540万6000円が集まったのね。一次募集で集まらなかった分も、だいぶ回収できたのならよかったわね。支援者に金堂壁画を限定公開もできたみたいだし、こういう企画はウィンウィンでいいと思うんだぜ。そうね。どうしても国からの支援金だけじゃ運営できないところもあるでしょうし、
私たちも積極的に支援していきたいわね。言葉だけじゃなく、行動していくことも大事ってことだな。というわけで、第1回法隆寺地域の仏教建造物のリメイクをお届けしたんだぜ。法隆寺単体でも、調べれば調べるほど、いっぱいお届けしたい情報が出てきたわね。この調子で、次は石見銀山のリメイクもやらないとな。あれはうちのチャンネルで一番のヒット作になってるのよね。最近のやつの方がしっかり作ってるからそっちも見てほしいって思うんだけど、どうも YouTube 様が初期作品をトップに出しちゃうみたいなのよね。石見銀山は実際に行ったこともあるし、思い入れもあるから今の構成でどうしてもリメイクしたいんだぜ。世界遺産マイスターとして、根気強くいいものを作っていけるように、頑張っていきましょう。それではご視聴、ありがとうございました。